こんにちは、ポンクチです。今回はこういう方はもう絶対にハンコンを買うべき、早くハンコンに勝った方がいいよというお話をさせていただきたいと思います。で、逆にこういう方はハンコン勝ったらあかんよという方もね、動画も前回撮ってますので、こちらも合わせてご覧いただけるとより理解が深まるかもしれません。ええなと思ってるチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。さあ、今私これ動画の上で遊んでるのはラリーゲームオフロードをハンコンで遊んでるんですけども、今回のお話はオンロード、オフロード、ラリー関係ありません。 F1 でも R ファクターでもアセットコルサでも何でもどんなゲームでも当てはまる話です。で、まあ今時ね、レースゲームの動画の配信とか見てたらハンコンで遊んでらっしゃる方多いでしょ、めっちゃ多いでしょ。これを見て、あー僕もハンコンで遊びたいな、私もハンコンで遊んでみたいな、こう思われる方、こういう方はね、もう基本的にはハンコンを買った方がいいです。それももうできるだけ早い時期に買った方がいいです。1年ぐらい我慢して、いや半年ぐらい我慢して、もう全く意味ないんで行けるならもうすぐ行った方がいいです。で、そこら辺のお話を詳しく、どういう方がすぐにハンコンを買うべきかということをお話しさせていただきます。で、その話に行く前に、まずね、ハンコンは絶対に必要なのかという話をさせていただきます。結論から申しますと、別にハンコンいりません。ハンコン別になくても死なないですし、まあ当たり前なんですけど、ハンコンで走ったからって別にタイム速くなりません。ほとんどのゲームでは、まあもちろん例外もあるんですけど、ほとんどのゲームでは理論上はゲームパッドで遊んでもハンコンで遊んでもトップドライバーになれるように調整されています。ゲームによってはもうトップ層のトップ層のとこでややハンコン有利とかで、逆にね、ゲームパッド有利というゲームもあります。だけど、まあ普通の方ランカーでもなければ関係ないです。そこら辺は、まあ、オンロードのレースやったらトップ100、グランツーリスモやったら人口多いのでトップ1000ぐらい、ラリーゲームだったらもうトップ10ぐらいのところ以外はもう関係ない。なので、まあ世界のトップ層を狙うんだったら、このゲームはゲームパッドが有利だからゲームパッドにしようとかね、ハンコンが有利だからハンコンにしよう、まあそれはいいんですけど、ランカーを狙わないのであればハンコンでもゲームパッドでもどっちでもいいです。どっちでも大丈夫。もちろん例外はあって、例えばね、レーシングシミュレーターの R ファクター2とか、あとアセットコルスカの無印ですね、ここら辺はゲームパッドのアシストが弱いのでハンコンが絶対的に有利になってます。なんですけど、まあほとんどね、全てのレースゲーム、特に大手ゲームメーカーが作ってるレースゲームはちゃんとバランスが取られてて、ハンコンが絶対的な有利にならないように作られてるので大丈夫なんですよね。で、今年発売の F124 はもう明らかにゲームパッドを有利になってるという話もありますよね。なので勝つためにハンコンは絶対に必要であるということはありません。さあ、ではそれを踏まえて、ハンコンもすぐにでも勝った方がいい方の条件3つありますので見ていきましょう。まず第1は、レースゲームがメインである、続いて十分なお小遣いがある、そして十分な場所がある。この3つの条件を満たしていれば、もうね、欲しかったらすぐにでもハンコン買った方がいいです。まずレースゲームメインの方なんですけど もうそういう方でもうハンコン欲しいな、遊んでみたいなっていう方はね、いやー欲しいな、いや3ヶ月ぐらい待とうかな、いや半年経ってからまだ欲しかったら買おうかな、もうそんな時間もったいないんで、もうすぐ買いましょう。で、まあ人気のハンコンやったら、例えばロジクールの G923 とか、スラストマスター T300RS とかだったら、もう合わなくてもね、買って失敗したなと思っても、リセールバリューがまあまあすごいので、ヤフオクなんかで売ったらめっちゃ高く売れちゃうんですよ。なので、まあ自分には合わなくても、すぐにリカバリーが効きます。そして、レースゲームメインの方で、レースゲームで上達したい方、こういう方はね、もうすぐ買った方がいいですね。まあこの動画の冒頭とか、でもっと言うと、前回の動画なんかで、ゲームパッドからハンコンに変えても早く走れませんよということを口を酸っぱくして言ってきたと思うんですけども、実はゲームパッドよりもハンコンの方がめちゃくちゃ早く上達できます。おそらくね、最終的な到達点はゲームパッドでもハンコンでも変わらないと思うんですけど、その最終的な到達点に到達するまでの時間、期間がめちゃくちゃ短くて済みます。ここが今回の動画のミソです。いや、今回2回にわたってこの話ね、させていただいてるんですけども、ここが一番重要。よくね、ハンコンの話の動画を見てると、FFB って言うてるでしょ。フォースフィードバックのことなんですけど、これはまあ実際の車でもそうなんですけど、ペアリングを切って、そのまま走ろうとすると、車はまっすぐ走ろうとするので、ハンドルは
まっすぐ戻ろうとするんですよね。この時に戻ろうとする力、これがフォースフィードバックの強さなんですね。実はこのフォースフィードバックの強さはコーナリングフォースと比例します。コーナリングフォースっていうのは日本語にすると旋回求心力という言い方になるんですけども、コーナリングの時に遠心力で車外側に押し出されそうになるんですけども、その時にタイヤが路面をグリップして押さえつけますよね。この押さえつける力、グリップ力をコーナリングフォースというんですね。もう少し簡単な言い方をすると、ちょっと誤解を招くかもしれないんですけども、その車、そのタイヤでの限界の走りをこの FFB フォースフィードバックで知ることができるんです。簡単に知ることができる、体で感じることができるんですね。ステアリングの重さでこの車の限界を知ることができるんです。で、限界を超えると FFB フォースフィードバックが抜けて軽くなるんですよね。だから軽くなる直前、一番重くなるところが車の限界なんですね。その限界を体感しながら常に試すことができるので上達が早くなります。例えばこれがゲームパッドならどうなるかと申しますと、振動の大きさとかタイヤの鳴る音の大きさ、ズザザザザとかキュルキュルキュルとか、まあ、そういう音が鳴るじゃないですか、滑る音ですね。そういうもので測るんですけども、分かりやすさが圧倒的に違います。そして情報量も圧倒的に違います。なので、まあ、最終的な到達点は同じになるはずなんですけども、分かりやすさの分だけ理解の速度がね違うので、それにかかる期間も圧倒的に違います。なので、まあ、短い期間でね上達したいのであれば、もう絶対にハンコを使った方がいいです。ゲームパッドで遊んでると、例えばねピアリングの切る速さどれぐらいで切ったら一番グリップ発生するのかなっていうのを分からないでしょ何を言うてるのかすら分からない方もいらっしゃると思うんですよ。これがハンコンだったら、一番ハンドルが重くなる感じでステアリングを切れば一番グリップを発生させることができるんです。もうそれだけでいろんな研究が簡単になる。なのでもう迷ってる時間もったいないんでもうすぐに買いましょう。で、まあ今日のお話はねここがメインなんで、もう後の話はもうどうでもいいまあこれからねいろいろ話しますけども、まあどうでもいいあとはもう何と言ってもゲームパッドで遊んでるよりもハンコンで遊ぶ方が楽しそうやなって思える方、もうそういう方はねもう四の五の言わずハンコンに行きましょう四の五の言わず、正直ねゲームパッドよりもハンコンの方が100倍楽しいまあこれは個人差があるんで何とも言えないですけども、まあ、私の場合は100倍楽しい。いや私結構ゲームパッド好きな方だと思うんですけど、ダニーゲームもねゲームパッドでやること多いんですけど、それでもハンコンの方が100倍楽しいあとはそうやな、ハンドルを触るだけでニヤニヤできるっていう方こういう方はもうハンドルすぐ買った方がいいですもう私の場合は F1 用のハンドルを買ったんですけども、しばらくは使わないで枕元に置いてました。寝ると何これ邪魔もうって言われながら置いてましたそういう方はもうすぐにハンコン買った方がいいですね。え、そんなやつおるそんなやつおるかもさあではハンコンを買った方がいい方の3つの条件、2つ目は十分なお小遣いがあるまあこれはね大人にはあんまり関係のない話かなと思うんですけども、学生さんとか生徒さん、やっぱりね中学生高校生だと、いやそんな高いの買ってあげられませんと、欲しいんやったらアルバイトでもして買いっていう風にね言われると思うんですよ。普通の親だったら多分そう言うと思うんですよね。まあ中学生はねアルバイトできないですけど、まあ高校生だったらそう言うと思います。だけどね中学生高校生の皆さん、ハンコンとか言うてる場合ちゃうから、勉強しましょう勉強してください。あのね中学とか高校っていうのはしっかり勉強すればするほど、もう将来同じ時間働いても人より給料もらえちゃうんですよ人より高く給料もらえちゃうんですよ。で、まあ、中学高校の頃の勉強って苦行でしょ。もうすぐに成果となって現れて、すぐにお小遣いボンってたくさんもらえるわけちゃうから、でね周りの大人が将来就きたい仕事に就けるからとか将来高い給料もらえるからっていう風にねみんな言うてくると思うんですけど、すぐに報酬もらえないからやっぱみんなできないんですよね、勉強が好きな子でない限り。だけど考えてみてください、本当に中学生高校生の皆さんは今勉強したらもう好きなだけハンコ買えますあの将来めちゃめちゃ勉強したらね、どこの高校でも入れます、どこの大学でも入れます。で、まあもちろん大学でも勉強しないといけないですよね。そうなったらもうハンコンどころかもう好きな車買えますよ、サクッとでその車レースカーとかラリーカーにできますよ、すぐに簡単に。なのでまあハンコを手に入れる方法としてアルバイトはもう絶対ダメ、絶対やっちゃいけなくて、親と交渉しましょう親と交渉して高校受かったら最新ゲームの動くプレイステーションか PC とハンコを買ってくれと交渉しましょう。で、まあその時にね中途半端な高校とか中途半端な大学ではダメです。今の自分の実力のやっぱ2段階か3段階上のマジで勉強したらもうそれぐらいいけるはずなんですよ。いや僕はできません。
ませんでしたけど僕はできませんでしたけど、いけるはずなんです。いや、もちろんね、やっぱ親もね、塾行かしたり高校行かしたり大学行かしたり大変なんでもう子供の飯食わすだけで大変なんであかんっていう風に言うてくる親ももちろんいると思うけども、だけどまあそこまで頑張るんやったらいいよっていう親も結構こうたくさんおるはずやから、言うてみてください。まずまず言うてみましょう。言うはただやから、であかんって言われたらもう勉強しましょうあかんって言われても勉強しましょう。ハンコンとかもういらん、ゲームパッドで十分、それよりも将来なんぼでもハンコン買える、そういう学歴と教養を身につけましょう。はい、ハンコンを買った方がいい方の3つの条件、3つ目は十分な場所がある。まあ大事なところで言うと、いや私はゲーマーなんだ、僕はゲーマーでいろんなゲームやります、でメインゲームはレースゲームかもしれないですけども、他のゲームもまあまあちゃんとしっかり遊びたいですよ。もう FPS は大きいマウスパッドでミドル戦士からハイ戦士のもう大きくね手を振ってやりたいですよっていう方、こういう方はねハンコン向いてないんですけどハンコン置いちゃうと切り替えが大変になっちゃうんで、結果もう押し入れに行っちゃう人が多いんですけどFPS とか他のゲームですね、あるいはゲームじゃなくてもデスクをねハンコンだけじゃなくて他のビジネスに使いたい、まあそういう方、そういう他のことを真剣にやることを諦められる方はもうすぐにでもハンコンに行った方がいいです。まあそうは言うてもハンコンで遊ぶ時だけハンコンを設置して遊んだらいいじゃないですかっていう風に思うじゃないですか。これねよほどマメな方じゃないと無理ですいやね、もちろんできる方いらっしゃるんですよ、もちろんできる方いらっしゃるんですけど、まあ少なくとも私は無理です私は無理、私の場合は今はコクピットを常設してるんですけど、まあ、常に設置してるんですけど、でこのコクピットにする前までデスクをちょっと使いたかったんですよね。仕事もしたいしゲームで FPS もやりたい、なのでまあスタンドにハンコンを設置して、でそのスタンドをね設置するのに45秒でできるようにしてました。モニターの位置の調整も含めて。だけどその45秒がねめんどくさいんですよ45秒がめんどくさくてやんないんです。やんない方向がもうゲームパッドでええやんとハンコンじゃなくてももうゲームパッドでやってたらええやん今日はつって毎日なんですけどまあそうなりがちなんで、結局ゲームパッドの方がいいんですよね、そういう場合はなので十分に場所がある方はもうハンコンにすぐに行ったらいいと思います。まあデスクとコクピットを横に並列に置いて、でモニターをねモニターアームで位置を調整したら結構高小スペースで両立は可能です。まあもちろん場所いりますけどね場所いりますけど、でもちろんリビングとか書斎とかのデスクで、まあ、レースゲーム遊ぶ時だけハンコンを出して遊んでるという方がもうたくさんいらっしゃるんでたくさんいらっしゃるんで、できる方はね、それができる方はハンコンに行っていいんじゃないかなと思います。中にはね寝室に置いて、寝室の一角に置いて遊ぶ時だけ出してますよっていう方もいらっしゃいますよ。そういう猛者もいらっしゃいます。まあ、なのでね、まあそういう情熱があればね多少場所がなくてもいけるかもしれないですね。あとまあ前回の動画でも申したんですけども、ハンドブレーキは結構重たいんでデスクではダメなことが多いです。デスクとかハンコンスタンド、あとコクピットでもね中途半端な剛性の低いやつは無理なんで、しっかりとしたコクピットとセットと考えておいた方がいいですね。でロードセルブレーキなんかも一緒ですね。ロードセルブレーキも動力60キロとかになると結構剛性高いのが必要なんで、スタンドとかまあ安いコクピットは無理なんで、将来そっちに行きたいなっていう方も最初からねコクピット強いやつ行っとった方がいいんじゃないかなと思いますね。あとはまあ転勤が少ない、引っ越しが少ない方ですね。ハンコンの設置片付けてまあまあ大変なんで、まあどうしても転勤引っ越しが多い方っていうのは PC に言うともうデスクトップの PC がもうめんどくさいじゃないですか。なのでまあ引っ越しする予定がもうないよ、当分ないよっていう方はハンコンスタンド、そしてコクピット行っていいと思います。あとはまあその施設ですよね。引っ越しするにしてもそれを一旦片付けて再設置するのが苦痛じゃない人、こういうことが苦にならない方は関係なくやっていいんじゃないかなと思います。はい、今回こういう方はもう絶対にハンコンをすぐに買うべきという動画やってきたんですけども、いやもうねほとんどのレースゲーマーはもう欲しいなと思って入手できるんだったらすぐに買った方がええと思います。まあ、なぜならまあそれぐらい面白いんですよね。ゲームパッドでやるレースゲームの面白さが100だとしたら、個人差はあるんですけども、もちろんハンコンでやるレースゲームの面白さは100倍の1万だと思います。まあ、なのでいろんな理由で迷われてる方はね一回買ってみたらいいかなと思いますよね。一回買ってみてあかんかったらヤフオクで売ったらいいんですよヤフオクで。はい、今回はこういう動画になりましたけども、普段はレースゲームラリーゲームの攻略動画で楽しんでおります。ラリーゲームの攻略はこのチャンネル、レースゲームの攻略はサブチャンネル、黒い方の漁協ですね。もう一個だけ動画見ていただいて、それでもええなと思っていただけたらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ほなまたね。いやーね、ハンコン勝ったらねレースゲーム人生変わりますよ
レースゲーム人生が変わる。いや別に変わらんでいいけど、その人生その人生別に変わらんでいいけども、だけどめっちゃ変わります、それは間違いない。3 right short into 4 left with a bump 30 crest